でいいの？上から降りてくれる。たまにはシャアなしにしない？上から降りてくれるとさ、ちょうどここに乗りやすいんだけどな。下からだとさ、そうやって食べるんでしょ？ね？ね、アンデちゃんだね、カーリンちゃん。ぴょんって、ぴょんって乗ってくれないんだよね。うん。乗ってくれるといいな。アンデ食べ。まあでも、こう扉開けた状態でも食べるようになってきたのは少しだね。うん。気づいた？なんか電話だね。うん、電話じゃない。うん。いいですね、赤鬼。赤鬼ね、こんなこんなアンデちゃん。アンデッチ。間違えちゃうやん。名前ぐちゃぐちゃやん。アンデちゃん。アンデちゃん。アンデちゃんはさ、甘い色だけ甘いってさ、大してご飯食べないんだよね。アンデちゃん。後で食べるのね。ご飯だよ。はい、どうぞ。アンデちゃん。アンデちゃんは。はい。サオリンさん。カオリンがだいぶブラシを受け入れるようになってきましたよ。ほら、ほら、どのでも大丈夫。どうも行こう。あ、そうか、こっちとカーテンがちょっと邪魔になって見えないね。そこからカオリンのこと見に来るんだけどね、アンデちゃん。どうですか？気持ちいいですか？この奇跡のブラシで、撫でられる気持ちよさがだいぶ分かってきたようです。ということでですね、こっちのこれ、エビ天の猫じゃらしは遊び用です。くる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 、はい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 、はい、遊びとなでなでのメリハリがついてきました。あ、それでも気持ちいいか。はい、手ブラシ。
はい、かおりんちゃん、だいぶいい感じになってきたね。指はダメですか。はい、次は手の鳴らし方を頑張ってみます。アンズちゃん、いいんだよ、別にそこにいてくれても。はい、失礼しました。ごめんね、嬉しくて動画撮ろうと思っちゃったんだ。アンズちゃん、あそこはポンちゃんとアンズちゃんで取り合いをしてくれればいいから。はい、かおりさん、おや、またシャー入れますね。なんですか。ご飯になるとシャーを言うのかな。もう言わなくなったんじゃなかったんかい君。これやりにくい。じゃあこれで遊びますか。お腹すいた。はい、ご飯だよー。なんでちゃんで、かりんちゃんご飯だよー。だーちゃん、だーちゃん、あら、どうした、だーちゃん、長どうぞ。長いね、長くなくね。あ、おいしいね。おいしいおいしい、かりおいしいおいしい。まだ上には乗らないんですね。
あのね、られないんやん、下からじゃなくてね、上から降りてくるとね、ここにモンってきていい感じなんだけど、うん、下で待たれちゃうとね、なかなか難しい。はい、じゃあ次回です。